かも知らない人も俺たちがリスキーダイス。はい、先輩のちょっとお借りしますけども、皆さんご存知の通り10月13日体育の日祝日です。大阪はインテックス大阪にてハイエストマウンテン2014リベンジリベンジリベンジ、8月の9日ね、ちょっと台風で、くしくも中止になったんですけれども、10月13日です、ハイエストマウンテンリベンジ。僕ね、衣装ね、次の日レシートね、あってほんま返品できたんですけども、返品してません。レシート破りました。衣装そのまま持ってますよ。10月13日はその衣装もがっちり着てハイエストマウンテンリベンジ2014スキーライスも参戦したいと思います。知ってる人も知らない人も俺たちがリスキーだ。シャギーンシュリルブンガーハーンギギフロムスコーピオンソンタクティセソビゴファイティジャブロックハイエストマウンテン8月から10月に移りまして、場所も前島かなインテックス大阪に移りまして、10月13日に開催関西シュリルブンガーハーンギギ。雨に打たれても風に浮かれても決して揺るがない思いがある。もう後戻りなんてできないから、行くだけ前島またここからかますんで全員集合よろしくどうぞ。タグリーセソボン、yeah. モーニング山名のことぶっくん様デアエラーブンバーン、ハイエストマウンテン2014台風のために延期になりましたが、インテックス大阪にて10月13日祝日リベンジを行いたいと思います。で、コドブキ君ももちろん出てるし、他のアーティストもやばい豪華メンツが揃っておりますので、夏の余力というか煮え切らない部分をそこで思いっきりバーン出してくれたらいいと思います。モウンテンキング山のコドブキ君様、出会いのハイエストマウンテンで遊ぼうぜ、イエーイ。海めっちゃ綺麗。ハイエストマウンテン2014、10月13日インテックス大阪にて、なんと私エッカ初めて呼んでいただきまして、前回ムーミンさんのコンビで1回出させてもらったことがあるんですが、それ以来ということですごく楽しみにしています。初めてお会いできる方もたくさんいると思いますので、ぜひお楽しみに。